セパ交流戦で各球団が動員大幅増の中やべえ球団がバレてしまう。セ・パ両リーグは22日、交流戦の観客動員数を発表。1試合平均の観客数は昨季から 18.2 増の 28,881 人となった。セの被災試合が 23.4 増の 33,431 人、パは 11.6 増の 24,330 人だった。新球場のエスコンフィールド北海道で戦った日本ハムが、昨季比 51.3 アップと大幅に伸ばした。ついで交流戦初優勝を飾った DeNA が 42.9 の増加だった。12球団のうち、楽天だけが前年比マイナスとなる 19.7 減の 15,740 人だった。12球団のうち、楽天だけが前年比マイナスとなる19.7減の15,740人だった。中日ファンおかしいだろ。勝ちは最大のファン差なんて嘘ってのをファンが証明しとる。楽天はもうすぐ球団なくなるのでセーフ。尋常じゃないヘリっぷりで草。セーブですら増えてるのに、中日に増える要素あったか？エスコン大勝利案。シャトルバスやたこ焼き2時間待ちにめげずに頑張ったな。殺度と楽天行く。まだコロナ禍なんやろうな。楽天は阪神戦もガラガラやったな。東海の人は気でも触れてるんか？気が触れてるのは名古屋人やろ、いい加減にしろよ。エスコンブーストはともかく D すげーな。中日って弱ければ弱いほど人が増えるんか？日比をドラゴンズの試合で満たされてる連中は何者だよ。今年の中日交流戦面白かったぜ。スパ戦にいるおじおばがいっつもキレ散らかしてた。客が球団を甘やかすから強くならない。まさか中日よりも先に楽天が消えるとはな。実際に勝つことも大事だけど、結局やってる感を出せば勝たなくても客は来るんやな。ハマとハムすごない？巨人のホーム扱いだった頃の方が幸せやったんやないか。東北は、ドアラとかいう客寄せパンダ最強やん。中日より横浜の方が観客動員多いのか。暗黒時代考えたらすげえわ。中日が人気の理由が知りたい。あのエスコンの客少なすぎ、スポンサーが殺度でやって、敵地全否定かよ。北海道に足踏み込めんぞ。ご視聴ありがとうございました。